本日は勝利おめでとうございます。ありがとうございます。本日の試合の振り返りをお願いします。はい、今日はレズさんが相手ということで、ハードワークしてきてこうボール際も強いということを、知っていたので、多分タフな戦いになるなという中選手を送り出して、まあ、そんな中キーパーセンターバックを中心に一生懸命頑張ってくれて、0点で抑えたことが非常に良かったかなと思います。明日の試合への意気込みをお願いします。はい、出てない選手もいるので、そういった人たちの気持ちを、組みながら、応援してくれているサポーター、家族の皆さんの、思いを背負いながら戦えたらいいなと思います。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。